霊を元気にというお話であります。で、今年の御言葉はですね、愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っていますという、霊もあるいは魂も、うん、心もそして体もみんな元気で過ごしましょうというのが、今年の目標なんですね。で、先週もこの箇所からお話をしたんですけれども、今日はですね、特にこの霊の健康、霊が元気であるようにという、教会でしかしないようなお話ですね。心の健康とか体の健康っていうのはどこでもやってますけれども、霊の健康について、霊を元気にすることを考えましょうというお話であります。そもそも霊とは何かということですが、先週もこの辺お話ししたんですけれども、復習も兼ねてお話しいたしますと、霊というのはですね、これは説明が非常に難しいです。これですと言って お見せするわけにもいきませんし、人間の五感で感じられるものでもないんですね。そういうもののもっともっと深いところにあるものであります。で、命と言っても間違いではありません。命と霊というのは不可分といいますかね、同じものではありませんけれども、深くつながっております。で、創世記の2章の7節に、主なる神は土のことをヘブライ語でアダマと言いますね。アダマ、このアダマの塵で人を形作った。最初の人はアダムという名前です。このアダムというのは土、アダマから作られたのでアダムになったんですね。ですから最初の人は土尾君という名前だったんです。アダムですからね。本当にそうです。日本語に直すと土尾というですね、いないですね、ここに土尾さんという方はね、あんまり聞かない名前ですけれども、ちょっとしたシャレですね。で、この地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったとあります。このその花に命の息を吹き入れられた、これがですね、まさに人間の霊の起源であります。で、人間というのは非常に不思議な生き物で、その生き物なんですけれども、お母さんのお腹の中にいる時からこの命が始まって、ある時にこの命が終わるんですね。で、逆に人間の肉体が問題なくてもですね、この命がなくなってしまうということがあるわけです。非常にその肉体のバランスが悪くなったりして、事故とか病気とかによって死ぬんですね。その時に命がなくなるんですけれども、その、命なるものが一体どこにあってですね、そして、死をもってそれがどうなっていくのかっていうことはわからないんですよね。で、そういう意味でこの命と霊というものは同じと言ってもいいし、あるいは不可分だと言ってもいいというふうに申し上げているわけですけれども、この本来は地の塵であったこの人間の肉体が生きているのは、この神によって吹き入れられた命の息で、命の息、この息という言葉がですね、ヘブライ語でルアハーというんですけれども、このルアハーという言葉は別に訳すと霊と訳されるわけです。命とも訳される言葉です。神の霊が私たちのうちに宿った瞬間に人間は生きるものとなったわけですね。霊こそが人間を生かしているものであります。そして、この霊はですね、肉体がなくなっても滅んでも残るものなんですね。マタイの10章28節に、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。体は殺しても魂を殺すことはできない、つまり体は死んでも魂は死なないんだと、魂は残っていくんだと。
でも神はこの魂をさえ滅ぼすことができる。この魂をさえ、この霊をさえ、魂と霊というのは同じ言葉ですから、同じ、翻訳の違いと考えていただいているんですけれども、この魂は、この体が滅んでも残っていく。しかし神はこれを滅ぼすことができる。でも、もちろんこの魂、霊というものはもともと神からいただいたものですから、神の管理、神あるというふうに考えることもできると思います。いずれにしてもこの魂とか霊とかっていうものは目に見えませんし、実感するというか実体がないものなので、非常に分かりにくいものではあるんですけれども、でも人間にとって一番大切なものですね。一番大切なもの、一番重要なもの、最後まで残るものであります。でこの霊というのはですね、実は神と私たちが関わる場なんですね。もちろん体も心も神様との関わりはあるんですけれども、その中心は霊にあります。ヨハネの福音書4章24節に、神は霊である、だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならないという、有名な言葉がありますね。神が霊、神は霊ですね。神は目に見えない、触れることもできない、方です。で神を礼拝する者は、つまり神と関わろうとする者、神と交わる者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。つまりその霊を持って神と関わっていくんだ。その思いと体と、さまざまなものを尽くして神を愛しなさいという、先週見ました御言葉ありますけれども、でもやはり一番大切なのは霊であると。この霊が神と交わっている。もうこれもね、なかなか分かりにくいことではあるんですね。そのでも分からない、自覚できないけれども、でもそうなんだということを知らなければなりません。で非常に興味深い御言葉がヤコブ書にあります。ヤコブ書の4章の5節から6節のところに、神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。ここにその先ほどからお話ししていたことが一つにまとめられているような感じですね。神は私たちのうちに住まわせた霊を、それ私たちを生かしているこの神の霊を妬むほどに深く愛しておられると、ね、じゃあ私のこの体や心は神様は愛してくれないんだろうか、ね、もちろんそんなことではありません。でも神の関心は私たちの霊にあるんですね。私たちの魂にあるんです。仮に私たちの体や心を神様が愛してくださっているんだとするならばですね、とっくに愛想を尽かされていると思うんですね、でも神は私たちの霊を深く愛しておられる、深く愛しておられるというのはですね、私たちの霊に対して一番強い関心を払っておられるということなんです。一番ここを大切に思っておられるという意味なんですね。愛するというのは大切にするという言葉だと私は思います。最近特にですね、日本語に一番訳しやすい言葉は大切にするという言葉じゃないかと思ってるんですけども、私たちの霊を神は深く愛しておられる。つまり神の目から見れば私たちの霊が一番大きく見えているというかね、一番重要に見えているということです。もっと豊かな恵みをくださると、恵みをこの霊に与えようとしておられるということですね。一方でこの霊はですね、罪によって、汚されるんですね。聖書の大きなテーマであります罪ですけれども、ロマ書の7章の19節から20節に、私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのですと、有名なパウロの言葉ですが、望まないことをしている、やろうと思っている良いことはできないで、やりたくない悪いことをしていると、望まないことをしているとすればそれは私の中に住んでいる罪だと。私の中にというのは、これはその私の霊の中にという意味だろうと思います。
で、この罪が私を支配する、コントロールする。心にも体にも影響を与えてくるということですね。また罪は死をもたらします。同じローマ書の6章23節に罪が支払う報酬は死ですとあります。なぜ私たちの体が死ぬのか、これはこの罪の結果である。罪が霊のうちにあってですね、私たちの体を最後は殺すわけです。まあ変な言い方をすると罪の結果として私たちの肉体は死を受けなければなりません。また人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますというこの有名な言葉ですけれども、この生まれつきの人間が神の祝福を受けられない、神の栄光を受けられないのは、これは罪が私たちの霊の中に存在しているからです。だから神が私たちの霊をにその祝福を栄光を注ごうとされてもですね、私たちの心が、私の霊が罪に支配されているならばそれはできないわけですね。だから神様はこの霊を救いになるために一人子をお送りになったんです。イエス・キリストによって私たちが救われた、罪が許された、これは霊が解放されたんですね。霊の解放です。霊の救いなんです。体は病気にもなるし死んでしまいます。心も病気になったり、うまくいかなかったり、そして死をもって心もなくなります。でも霊は存在し続ける。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。イエス・キリストの死によって私たちの罪は許された。この霊の中に罪はあるけれども、しかしそれは許されるんだと。またペトロの一章9節に、あなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。でこの魂の救い、霊の救いをですね、信仰の実りとして、信仰によって私たちはいただきました。で信じるというのは、じゃあどこでやっているのかと。信じるという行為は人間のどの部分がやっているかというとですね、人は心で信じて救われ、口で告白して、義と認められ、口で告白して救われるのですと言ってますけれども、実は心と体がこの信仰を表現しているんです。でもその結果として救われているのは実は霊なんですね。魂が救われている。そしてさらに幸せな、幸いなことに、私たちの霊の中に今度は神の霊が宿ってくださる。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。罪許されて清い場となった私たちの霊に、神の霊、あるいはキリストの霊、あるいは聖霊と呼ばれるこの神の霊が住んでくださる。これはキリストの十字架の贖いによってですね、罪が許されているからこそ起こることです。それがなければ神の霊は私たちのうちに住むことはできないんですね。信仰によって私たちはこの魂が救われている。この体は滅んでいく、体はやがて終わります。でも魂はキリストによって救われ、神のもとに導かれていくわけですね。永遠に神が私たちのうちに住んでくださる、この霊のうちに住んでくださるということであります。つまりこの私たちの霊は神からいただいたものですけれども、罪によって神から離れていた。でも神が一人子イエス・キリストによってこの罪を許してくださって、そしてもう一度神との交わりができるようにしてくださって、そして神ご自身が私たちの霊のうちに住んでくださっている。そういうことが起こってるって言うんですね。自覚は難しいですけどね、でも信仰を持って救われた瞬間に私たちがいただく喜びというものは、それは心の喜びとは違いますから、それは魂から発しているものですよね。魂の叫びなんて言いますけども、これはやはり霊の中にいただいている喜びだと思うんです。しかしその霊ですね、私たちの霊、
キリストによって救われたこの霊はですね、じゃあ救われてもうこのままずっと健康で元気でいられるかと、そうではないんです。実は霊の健康維持というものが必要なんです。霊を元気にしなきゃいけないんです。で、霊を元気にすることで心も体も元気になってきます。体と心を元気にすれば霊が元気になるというわけではないです。まず霊が元気でなきゃいけない。霊を元気にするためには3つのことが必要なんですね。栄養と衛生と運動です。はい、これはですね、体と一緒なんですよ。体と一緒なんです。体に必要なものは栄養と衛生と運動です。ですね。食べてるばかりじゃ太っちゃうしね、ウイルスとかね、そのバイ菌とかそういうものから守らなきゃいけないし、そして、当然運動もしなきゃいけない。それと同じことがですね、霊にも言えるんです。で、まずこの霊を元気にしていかなきゃいけない。体に食物が必要なように霊にも必要です。これはもうここしかないというですね、御言葉ですが、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。体にパンが必要なように霊には神の口から出る一つ一つの言葉、神の言葉が霊の栄養です。ですから、この私たちは神の言葉をとにかく一生懸命に食べなきゃいけない。聖書を破ってむしゃむしゃ食べるということではありませんが、まあ、今年からですね、さっきから何回も言ってますけれども、この携帯に、毎朝御言葉が届く制度を作りましてね、実は私これ前からやりたかったんですけど、あえてやらなかったんです、ね、なぜかというと、これはですね、最終手段、これに頼るようになっちゃう、実はまずいんですね。携帯に御言葉が来て初めて読むようじゃ困るんです、本当は。これはですね、変な、誤解しないでくださいね。もう全く動けなくなった人が口を開けて食べ物を入れてもらってる状態です、これはやっぱまずいんです。自分で、買いに行って調理して食べなきゃいけないんです。でも、そのために食欲増進の、アピタイザーとして、前菜として私はこの御言葉メールを送ってるんです。いいですか？朝読んで、ああこれで一日読んでよかったなと思わないでください、送られたところの前後を読んでみようとか、毎日必ず通読しようと、もう多分今年は必ず聖書を読もうと思った方はいると思うんですね。もう挫折した人もいるかもしれませんけれども、まだ大丈夫です、でもこれは霊の栄養なんです。聖書の御言葉というのは霊の栄養なんです。聖書はその知的にあるいは精神的に私たちに働きかける部分もありますけども、実は私たちの霊に働きかけている。でもこのことはですね、自覚しづらいんですね。自覚しづらいんです。でも例えば、じゃあ私たちの体の栄養というのも食べたものがですね、自分の体を形作ったりバランスを取ったり元気を与えているっていうことを自覚してるかっていうと、あんまり自覚してないですよ、餅を食べて、今胃液が出てきたな、消化してきて、でんぷんが今吸収されてきたぞ、グリコゲンに変わったぞとか、ブドウ糖に変わったね、余計なものが脂肪になったぞとかですね、歩いているうちにですね、この辺りから今来たぞとかですね、そんなことを思ってる人は全然いないですね。牛乳ごくごく飲んで、あ、今日小指の骨が硬くなったとかですね、そんなと思わないでしょ、この人間の体も、人間あんまり考えないでいろいろバクバク食べてですね、でもこの体がそれをうまいことを
コントロールして作ったり調整したり動かしたりしてるんです。霊の糧も同じなんです。聖書の御言葉が、ああもうこんなとこ読んで何になるんだろうかみたいなところもあります。まあ言うと怒られますけども、でも例えばこのペトロの手紙にあるように、生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい、これを飲んで成長し救われるようになるためです。生まれたばかりの血の御子のように、ね、一心不乱に、お母さんの父を求めるように聖書の御言葉を読みなさい、飲みなさい、食べなさい。でもさらにヘブライの5章の15節に、硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものですと書いてあるんですけれども、この聖書の御言葉もですね、まあおなじみの耳障りのいいものからようわからんものまで山ほどあります。まあ、未だに、毎年世界中の大学や大学院で何千何万という論文が書かれてるんです。この聖書の研究がされてるんです。2000年も経ってるんですよ。それぐらいやはり神様はこの聖書という人間の食物にですね、味わいを作られてるんです。ただただもう一度二度読んでですね、全部がわかるような、全部味わい尽くせるような、そんな生優しい食べ物を神様お与えになったわけではありません。一生かけて必死で勉強したっていくらでも楽しいことがあるものなんです。なのに私たちは、飲みやすいものだけね、野菜ジュースだけごくごく飲んで、野菜が今日足りんから野菜ジュースを飲むとかですね、カルシウムが足りないから牛乳を飲んでおきましょうとか、まあ、そんな類。それじゃあですね、いくら経っても私たちの霊は成長しないんです。体の成長のために硬い食物が必要ないのに、霊の食物成長のためには硬い食物も必要なんです。だからやはり自らが進んで一生懸命聖書の御言葉を学んで取り組んでいくということは、これは人間に与えられた人生の大きな課題だと思います。霊の栄養、脳の栄養の話をちょっとしたいと思います。今年は説教の間にちょっとしたワンポイントコーナーを入れてるんですけど、先週は認知症予防の話をしましたね。少しは役に立ったんですかね。認知症になった人はいらっしゃらないようなんで、まあ、1週間うまくいってるかと思いますが人間の脳にですね、実は栄養が必要ですね。まあ、ここにお医者さんもいらっしゃるのであんまり偉そうなこと言えないんですけれども、ちゃんと私も勉強して、いるんですが、体の栄養はよく考えますけどね、脳の栄養ってあんまり考えないんです、ね、脳の栄養、皆さん脳にいいものを食べてますか？脳にいいものを食べてますか？まず加工食品はダメだそうです、ね、加工食品は脳に悪い、はい、コンビニ弁当なんか食ってたら脳がバカになります。やめましょう。いいですか、ね、加工されてるものはですね、まあ、添加物もありますし非常に栄養が偏ってます。チンして食べられるのもダメ、手間暇かけて、まあ、現物を食べるのが一番いいんですけどね、でビタミン B が、ね、脳にやっぱり非常に重要だそうです。ビタミン B 群、B の1、B の3、B の5、B の6、B の12、いろいろありまして、ビタミン B1 はですね、別名風紀ビタミンと呼ばれているそうです。ビタミン B1 が不足するとですね、人間がイライラして攻撃性を増して、そして仕事への意欲とか集中力とかね、社会性がなくなるんだそうです。つまりビタミン B1 の不足している人はすぐに切れて暴力を振るうということです。すぐに切れて暴力をする人はビタミン B1 が足りないという、そうイコールじゃないんですけども、でもそういうちゃんと結果が出てるんですね。だから風紀ビタミンなんです。ビタミン B1 をみんながしっかりとってれば社会の風紀が保たれるということです。アルコール依存症の人がですね、このいろいろまずいことをするのはアルコールによってビタミン B1 が破壊されるからそうです。ビタミン B1 が含まれている食物は第1位玄米、
玄米ですよ。今年は玄米食べましょう。さっきも私も第一礼拝の時にですね、うちの嫁さんに礼拝の最中に玄米食べようかって言ったところです。はい。うちの女房はですね、玄米食べよう玄米食べようと僕に言ってたんですよ。あんなぐっちゃぐちゃ噛まなきゃいけないものはね、あのごめんこうむると言ってたんですけれども、やっぱり風紀ビタミンなので、我が家の風紀を保つためにも、もしかすると僕がイライラして切れやすいということを言ってるのかなと思います。そんなことないです。私そんなことないですけれども、それから豆類といってもね、豆腐にしたもんじゃなくて豆ね。それから海藻、さらにはレバー、もう今日から皆さんの食卓が変わりますね。今日の食事は、お豆の煮たものに、レバー、そして、玄米。うわーじゃなくて、これ、ね、脳の栄養なんですよ皆さん。脳に必要な栄養なんです。B の3がなくなるとですね、不足すると頭痛とかめまいとか不眠とか記憶障害が起こるそうです。ビタミン B3。それからビタミン B の5というのもあってですね、このビタミンの B5 は抗ストレスホルモン、ストレスに対抗するホルモンを出す役割があるんです、ビタミンの B5 に。ビタミンの B の3とビタミンの B5 はやっぱり玄米なの。やっぱり玄米、レバー、豆、結局それかよって感じですけど、それから緑養殖、黄色野菜、そして芋類。つまりね、現代人が食べなくなったものなんですよ。で、これは私がなぜこういう話をしているかというと、これはちゃんとですね、研究された結果として出てる。なぜ最近の人たちがイライラしたり切れたり、あるいは不安だったり鬱だったり、そういう気持ちの障害が出るのかということ、いろんな研究がされてますよ。そのうちの一つとして、やっぱり日本人が最近食べなくなったものが原因じゃないかと言ってる人はいるんですよ。日本人はかつて玄米食べてました。第二次世界大戦後、どん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 白米がね、主流になってきて、いますね。それから豆とかも食べなくなってきてるし、その代わりに加工食品だとかね、スナック菓子だとか、気軽に食べられるものばっかり食べてる。それから B の12というのがあるんですかね。それから最近葉酸というのもちょっと聞くようになってるんですけれども、これもやはり不安とかイライラとか鬱とかですね、そういうものを引き起こすそうです。やっぱりこれもですね、そのレバーとか芋とか緑養殖野菜、結局これなんですね。それからビタミン C も大切です。ビタミン C はですね、脳内の神経伝達物質のバランスを保つ。不足するとストレス耐性が低くなる。ビタミン C が減るとストレスに耐えられなくなる。新鮮な緑黄色野菜と柑橘類、今みかんでしょうねやっぱり、どうも最近ストレスに弱いなという人はみかんを多めに食べる、それからカルシウムとマグネシウムというのはですね、自然の精神安定剤と言われているそうです。サラ先生、これ間違いないですか？聞いたことない。ちゃんと物の本に書いてあるんです。自然の精神安定剤。全部知らんことだよね。ありがとうございます。お医者さんにそう言われて、精神科のお医者さんに言われて、私も意を強くしておりますけれども。勉強の人はこういうことだ。礼拝は非常に勉強だ。そうです。ありがとうございます。持ち上げていただいて。カルシウムとかマグネシウムを不足するとですね、神経過敏、不安、イライラ、攻撃性を引き起こすことが知られている。カルシウムはね、乳製品とか小魚も最近食べないですね。我が家はですね、いや、こうやって見るとうちの女房はなかなか理にかなったことをするので、いりこ食べるんですよ。僕はあんな生臭いもんなんでボリボリ食べるかなと思うんですけど、子供たちは嫁さんが食べるので結構ボリボリ食べてるんですよね。パパなんで食べんのよとか言って、あんな生臭いもん食えるか、あんなのお前、味噌汁の出汁かなんかで猫にやっときゃいいんじゃとか言って言うんですけど、食べなきゃいけないですね。カルシウム、マグネシウム、
あ、マグネシウムはやっぱり玄米とかですね豆類、結局玄米と豆類の今日は宣伝広告みたいになってますけども、であまり知られてないけど亜鉛というですねミネラルも重要だそうですね。亜鉛、これ皆さんも聞いたことあると思いますけどね、あの不機嫌とかですねやっぱり不安とかになるんですね、亜鉛がなくなると、ね、不機嫌になる、不機嫌な人は亜鉛不足かもしれない。亜鉛ってね、あの鉄の種類ですね、金属の種類ですけども、食物の中に入ってるんですよ。貝とかに一番多く入ってるんです亜鉛、ね、牡蠣なんか亜鉛の宝庫ですよね。やっぱ広島人はいいですよ、だから、ね、みかん食べて牡蠣食べて玄米食べてりゃね、もう皆さんの脳はバッチリですよ、ね、でも、ね、なんでこんな話をしてるかというとですね、これさっきの話に無関係じゃないんですね。つまり人間の脳っていうのはその気分だったりやる気だったり、記憶だったりいろんなことが行われてるんですけれども、そこに私たちは必要な栄養なんてものを考えないでしょう。意外にでも一番その人間の外側のことからすると大切なとこなんですよ、ね、デブであるとかどうかとかっていうことよりもですね、まあ、これも重要なことですよ。そのメタボもいけません。だけど脳の栄養が不足してたらですね、すんごい筋肉隆々でイライラしてやる気がなくてで睡眠不足になったりして、一体何の意味があるかということですよ。そういうことが起こるわけです。でもっと大切なのは霊の栄養なんです。私の霊が元気である、健康であるということは、それは心にも体にも影響してくるんです。いや、むしろ霊が元気であれば心がどんな状態であろうと体がボロボロであろうとですね、私たちの霊が健康であれば私たちの人生は間違いなく幸せなものになります。そういう心や体の不健康に病気に立ち向かえるんです、霊が元気である。霊にを病気にするものもあるんですよ。霊の衛生も気をつけなきゃいけません。イエス様が言われました、ファリサイ派たち、立法学者とファリサイ派の人たち、あなたたちの偽善者は不幸だ、白く塗った墓に似ているからだ、外側は美しく見えるが内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。霊が汚れている、ね、外側はいくらでも素敵に見える、言うこともやることも立派だけど、あなた方の霊は汚れている。霊が汚れるということがあるんですね。霊だけが蝕まれていくということがあるんです。罪によって蝕まれていくんですね。またパウロは言ってますけれども、あなた方の五体を、つまり外側を不義のための道具として罪に任せてはなりません。罪が私たちのこの魂の霊の中に救っていて、罪に支配されるとですね、体もその罪によって歪められていくんですね。だから罪は許されてますけれども、でもやはり私たちは罪に支配される可能性を持ってるんです。気をつけなければならないんですね。悔い改めと告白と悔い改めをいつもして、本当に常に私たちの魂が霊が清い状態でなきゃいけない。そして最後に運動です。霊にも運動があるんです。はい、霊の運動ですよ。霊の運動とはですね、信仰の実現、実行なんです。御言葉を聞くばかりではなくて実行すること、これが霊の運動なんです。ヤコブ書にあるように、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。これを守る人は聞いて忘れてしてしまう人ではなく行う人です。聞いて忘れる人はダメですよと、行わないといけませんよと。そのような人はその行いによって幸せになる。いいですか、御言葉を聞いて。今日たくさん聖書の御言葉出してます、あえてたくさん出してますけどね。これを聞いて、聞いただけじゃダメですこれ実行する、ね、いくらおいしいものを食べ、栄養のバランスのいいものを食べたとしても、運動しなければ体の健康が損なわれますよね、はい、皆さんお正月で散々おいしいものをお食べになってね、栄養があふれてます、ね、このまま何もしないと大変なことになりますから、ね、しっかり、今日は一駅先の駅で
電車に乗るとか、ね、いつも車に乗ってる方は今日は自転車にするとか歩くとかね、運動しないとダメです。どんなに栄養が豊かでもね、私たちの聖書の御言葉によって霊の糧をいただくんですけれども、それを実行しなければですね、同じことなんです。ものすごい御言葉をたくさん知っていて覚えていてもですね、それを実現する、実行することがなかったら、その人の霊は成長しない、元気にはならないんです。私はたくさん御言葉を読んでるし、御言葉をたくさん覚えてるけれども、どうしてこういつも自分の気分に支配されるんだろうか、どうしていつも私は上がったり下がったりするんだろうか、どうして、弱ってしまうんだろうか、それは御言葉を実行してないからです。行いによって幸せになるとかです。行いによって幸せになる、御言葉を実現する、実行することによって皆さんの霊は元気になって幸せになります。またこの最後の御言葉は大変興味深い御言葉ですけれども、体の鍛錬も多少は役に立ちますが、信心はこの世と来たるべき世での命を約束するもので、全ての点で益となる、ね、体の鍛錬も多少は役に立つ、多少多少、いらんとは言わないと、多少は役に立つ。今とにかく体の鍛錬ばっかりなんかね言ってますけどね、まあ役には立ちますよ。でも信心は、信心というのはまさにこの霊の鍛錬ですね。霊の鍛錬はこの世と来たるべき世での命を約束するもので、全ての点で益となる。体の鍛錬も益にはなります、多少は。でも全ての点ではない。でも霊の鍛錬は全ての点で益となるんです。つまり御言葉を実行する人は全ての点で鍛えられ成長していくということです。美しくなっていきます。素敵になっていきます。元気になっていきます。御言葉を実行するときね、心の問題も体の問題もいろいろあるでしょう。でも御言葉を聞いて実行していくならば、その霊から元気になっていきますから。来週は心の健康の話をしたいと思いますけれども、でもやっぱり何といっても霊の健康ですよ、ね、皆さんが今いろいろこの体の健康や心の健康のことを考えていらっしゃる、その関心のですね、1割でもいいですから、霊の健康に向けてほしいですね。それぞれの私の霊は果たして元気だろうか、健康だろうか。私は霊の鍛錬を怠っていないだろうか。霊に栄養を与えているだろうか。私の霊はいつも清く保たれているだろうか。そして私の霊は運動しているだろうか。霊の鍛錬は全ての点で益となります。皆さんのこの2009年が多くの豊かな実で満たされる、実を結ぶ年になるためには、皆さんの霊が元気であるんです。これにつきます、はい、お祈りしましょう。天のお父様、尊い名を心から賛美いたします。あなたが私たちを地の塵から形作ってくださって、そしてあなたの霊を私たちの地にお与えくださいました。で、私たちはこの霊にどれほどの関心を持っておりましたでしょうか。またこれを健康に保とうと、元気にしようという思いをどれほど持っておりましたでしょうか。とに深く反省いたします。神様、どうか私たちのこの霊に十分な栄養を御言葉によって与え、また罪から離れて、これを清く保ち、さらには御言葉を実行することによって、本当に元気なたくましい霊を育てていくことができるように、どうぞ私たちのこの1年間をあなたは導いてください。本当に霊の元気な1年であったと振り返れるような年となりますように
イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。